ウコンは、生姜家ウコン族の多年層。学名カヤマロンガシン、シードメスチカ、英称ター,ーメリック。インドが原産であり、紀元前からインドで栽培されている。ウコンの原義は、鮮やかな黄色。ゴーン、ウッコンが点火しウコンとなった。東南アジア諸国には、インドネシア原産で、クルクミンの含有量が多く薬効が強い品種、ジャワウコンがあり、 現地名のクニッツや別名クスリウコンという呼び名で日本でも流通している。ヒンディー語、ウルドゥー語、グジャラーティー語のハルギでも知られる他に、琉球語のウッチン、インドネシア語、マレー語のクニッツ、ハワイ語のオレナなどでも知られる。タイ語ではカミンちゃん。伝統医学のアイウルベーガやインド料理に使われ、また根茎に含まれるクルクミンは、 黄色い染料の原料としても広く用いられてきた。今日でもスパイスとして用いられている。日本ではカレー粉に用いられるほか、クルクミンの肝機能への影響を期待して2日、良い対策ドリンクの原料にも用いられる。ウコンの花継ぎのウコンは同族別種である。これらと区別するために、本来のウコンは秋ウコン、または赤ウコンとも言う。生薬名はウコンで、 主要とは食材であり、苦みがなく、オレンジ色である。中国では、日本でのウコンを、共王。日本での共王をウコンと言い、日本と逆になっている。つまり、中医学漢方の省略分類上、春ウコンと秋ウコンの根源を、狂気、開梱をウコンとしているが、日本に漢方が書物により伝来し普及する過程で、これら情報が混乱しまさしく伝わらなかったためである。 ゆえに、中国から輸入のウコン類商薬は、中国の定義に基づいた名称のものもある。インドのウコン畑ウコンの根茎と粉末。粉末は黄金色をしている。インドがウコンの生産量、輸出量ともに世界一である。ウコンには、現在、約50種類ほどあり、インドだけで30種類を超える新しい品種が育てられている。 地下に肥大した農汚職の根茎を持つ。この根茎を推薦して皮を剥き、5から6時間煮た後2週間ほど天日で十分乾燥させて細かく砕き、使用する。沖縄県では煎じたものを飲料として用いる。県内では缶入りのウッチン茶も多くのメーカーから発売されている。ウコンには約5%前後の精油成分。 と、約5%前後のポリフェノール類が含まれている。また、クルクミンと精油成分の、各々の含有比率は、アキウコンとルミジ種のハルウコン、紫ウコンで異なる。アキウコンは、クルクミン含有量が豊富で、精油成分には乏しく、ハルウコンは、精油成分が、比較的豊富である。紫ウコンは、クルクミンに乏しく精油成分のみの蘇生になる。蒸気に挙げた。 主な有効成分の他に、ウコン根茎には、ミネラルなどの微量元素や、食物繊維、デンプン、カリウム、ビタミン C、およびカロテンなどが含まれている。特に秋ウコンには、鉄分が豊富に含まれており、ウコンをそのまま利用する場合に、ミネラルの豊富さが、生態に影響を及ぼす場合が、時折報告されている。加齢族に、肝機能を増進すると言われ、 二日酔いの抑止効果があるかのような宣伝を行う錠剤やドリンク剤が多数発売されている。国立健康栄養研究所のデータベースによるとドイツで消化不良の有効性が承認されていて他に高止血症や疎化油に有効性が示されるがさらなる検証が必要としている。炎症を軽減するという主張は強い根拠に基づくものではない。かつて デザイナーフーズ計画のピラミッドで2群に属しており、茶や玉ねぎとともに2群の最上位に属する高いがん予防効果のある食材であると位置づけられていた。危険性情報としては、摂取量、摂取期間、また、摂取した対象者は不明であるが、薬剤性肝障害22例のうちウコンによるものが11例ある等が述べられている。 また、日本肝臓学会の診断基準を満たした薬剤性肝障害症例が豊富に含まれているものがある。例えば C 型慢性肝炎患者は、罹患した時点で、すでに鉄過剰を起こしやすいことから、鉄性原食療法が推奨されている。そのような場合には、ウコン含有の鉄分が肝臓に過剰な影響を及ばす可能性があり、注意が必要と言われている。また、 鉄分及び生成されたクルクミンなどの成分についてはいくつかの報告があるが、ウコン根拠そのものには、それ以外にも多様な成分を含んでおり、個々の成分単体で得られた結果がウコンとしての生理活性にどの程度反映されるのかは明らかではない。ウコンの有効性及び安全性は、まだ十分に検討され尽くしていないため、今後もウコンやその成分についての様々な検討が、 必要であり、その点について研究が進められている状況である。また、以下の場合は、ウコンの接種を控えるべきとされている。特に肝障害患者においては、サプリメントとして市販されている通常量で重篤な状態に陥った例が少なからず報告されている。また、ウコンによって、自己免疫性肝炎を併発した可能性のある症例の発表もある。ウコンを含有した。 概要薬によるアレルギー性皮膚炎も報告されている。以上のように、しばしば、無根は肝臓に良いと言われているものの、肝疾患患者への投与は推奨されておらず、状態を改善させるどころか、死亡例を含んだ重篤な副作用の報道、報告があり、安易な内服は慎むべきとされている。ありがとうございます。